三河鉄道株式会社は愛知県にかつて存在した鉄道事業者である。1941年に名古屋鉄道に合併された。本校では1927年に三河鉄道に合併された岡崎電機、機動株式会社についても合わせて記述する。1910年11月に刈谷出身の大技師、三浦一平や刈谷の有力者、王の改造。 大田平衛門、高野松次郎らと大阪の西賀電気商会の最下、東吉ら計31人が、北起人となって、大浜から高浜を経て、刈谷駅で東海道線に接続し、壁海軍役所のある地流を結ぶ、壁海軽弁鉄道を申請した。1911年7月に免許がカフされたが、同年8月に、地流衣の付設免許がカフされた、西賀が、 国旗人総代の地区軽弁鉄道と合同することになった。1912年5月に創立総会が開催され、社名を三河鉄道とすること、期間を 762mm から 1067mm に変更すること、竹山館七尾社長とすること、資本金を50万円とすることが可決された。1913年1月刈リ屋から、 大浜港までの工事に着手したが、不況により株式の払い込みが不調であり、また株主から経営者に対する不満から、竹山間奈々は社長を辞任、久保不送に変わった。1914年2月に、刈谷新駅大浜港駅間が、1915年10月、刈谷新駅地流駅間が開業して、旧壁会計弁鉄道区間が全通した。 ただその感謝内では1914年9月に、久保が死去、さらに事業不振の責任を取って、役員全員が辞任するという事態が生じていた。困った株主たちは、神谷伝兵衛に社長の就任を要請し1916年4月に、成神谷は社長となった。1916年11月に臨時株主総会が開催され、 越戸まで路線を延長するため資本金を125万円にすることが可決された。そして神谷自ら沿線町村を回り株の引き受けを依頼し、応募は順調に進んだ。路線は1920年7月から順次開通して、同年中にコモ駅に達し、1922年1月に越戸駅まで開通した。開通して間もなく、 財政を立て直した神谷は4月に死去した。しばらくの間社長は空席状態が続き、専務に東京渡辺銀行の渡辺勝三郎がついた。1924年2月には増資して、資本金を525万円とすることにして、北はアス町、南は蒲郡町への延長と季節線の電化を決定した。 1926年11月になり2代目、神谷伝兵衛が、社長に、専務には、電気鉄道経営の専門家として、伊電気鉄道社長の伊原五郎兵衛がついた。1926年9月に、神谷伝兵衛の出身地である松、木島まで延長され、その功績を称えて、駅名を神谷とした。その後、1928年には、三河吉田駅、 1929年には三河戸場駅、1936年には鎌郡駅まで開通した。一方、1927年7月に岡崎電気軌道を合併して、岡崎進出を果たし、資本金は625万円となっていたが、この時期の三河鉄道は、路線延長や電化による設備投資により、多額の債務を抱えており、加えて不況に見舞われることになり、 経営は苦境に立っていた。このため、三河鉄道は愛知電気鉄道との合併を画策し、東方電力に圧線を依頼した。1930年4月に合併契約書の調印にこぎつけたが、アイデンの経理担当者が三河鉄道が粉飾決算をして利益を計上していることを発見したため大問題となり、アイデンは合併契約破棄を宣言した。 窮地に立った神荒は資材提供による粉飾決算の是正を申し出たがアイデンの愛かは清成はこれを拒否。1931年6月の株主総会で合併取り消しを決議してしまった。この粉飾決算の中には三河鉄道が出資している新三河鉄道への融資金の流用があった。1929年に新三河鉄道は 日本工業銀行より40万円の融資を受けたが、うち20万円を三河鉄道が流用していた。その後10万円は返済したが10万円は返済不能となってしまい、このため1931年に公銀から派遣された、ハンダ・ミツグ、鈴木ひとしらが取締役となり、三河鉄道は銀行管理となってしまう。百三十四年七月には一4年首を、 断交資本金468万7500円となる。三河鉄道岡崎電機機動壁解西部より南北に伸びる三河本線と、コロ岡崎とを結ぶ岡崎線の2線区を有した。前者の開業当初はターンに三河鉄道線、三河線などと呼ばれていたが、岡崎電機を合併指導車線を岡崎線とした頃より三河本線、 本線などの路線名が付されるようになった。岡崎線は、岡崎伊達駅を境に南部が軌道線、北部が鉄道線である。抗議にはその両方を指すが、鉄道線区間のみ、あるいは運用上の境界駅である大樹寺駅北を、競技の岡崎線とすることもあり、路面電車区間は、軌道線、市内線、岡崎市内線などの名でも呼ばれた。 保有路線廃止路線三河本線の三河、鳥羽西中近間、岡崎線の上も、大樹時間で使用された車両は以下の通り。岡崎線の岡崎駅前、大樹時間で使用された車両は以下の通り。三河本線の蒲氷三河鳥羽間で使用された車両は以下の通り。1926年から1936年までの間は、 非電化線区が存在しなかったため、三河本線を大浜交差投げ館で電化前に使用されていた蒸気機関車、客車、蒸気動車は一旦全廃されている。ありがとうございます。